大学卒業してからは台湾の先生から生き残ったみたいなことを聞きまして、そして生き残をもっと勉強したいので関西に留学しました。ケバナの魅力とは大自然のいろいろを牡蠣の中に表現できるので楽しいです。このようなアート的な作品を制作するのは初めてですが、本当に今からもワクワクしていますが、参加している皆様がどのような作品を出されるのもちょっと楽しみです。素敵な花を生けられるように頑張ります。